The talk show。 まあまあそんな感じです。Episode 109、 The Force Awakens The Talk Show ですよ。実はね、なんか将来はね、もうオンラインインターネット YouTube だから、今から YouTube ばっかり目指すって感じですよね。YouTube です。あ、 YouTube はね、 YouTube チャンネル持ってるの皆さんはね、いつも Hi guys とかで始まるから、 Hi guys、 Hi guys、 It's the talk show ですよ。で、実は今回は僕の新しい家引っ越しました。おしゃれですよねすごい豪華。ここどこって感じましたよねもちろん有田ポーセデンパーク、 yes、 佐賀県、そして佐賀県、そして今はね、ちょっと中いっぱいだもん。佐世保バーガーをいただきました。いただきました。どうだった？美味しかった。こんな大きかった。なんで、あの、なんか大きいよりも高いって感じ。あ、そう、高かった。高かった。で、あの、ここヨーロッパ風のところで日本人の仲間とアメリカのバーガー、アメリカ風バーガーで食べた。本当にインターナショナルって感じだね。そう、インターナショナル、うん、美味しかった。でもそれ初佐世保バーガーだった？あ、そんなことない。何回も食べたことがある。あ、マジ、うん、プロですよね。ここに着いてからなんか佐世保バーガーマップとかもいただくよね。あ、そうそうそう、いろんなお店がありますから。美味しそうだったから、はいはいはい、食べました。はいはい。ということは、まあ、ちょっと休憩がありました、はい。そして、トムジーの代わりに、ブルーテディベアになりました。私のテディベアです、はい、ハンサムブルー君と言います、はい、ハンサムブルーっていうブルーで、ブルースクリーンはトムジーの顔ここで。あ、いいかも。しようか。はい。でもテディベアで、なんでテディベアで名付けになった？前からね、アオイちゃんのブルーテディではなくて、それ知っとった？知らん。あ、それね、アメリカの大統領テディ・ローズベルトからですよね。20年代だったかな、うん、で、あの、彼はね、実はハンティングが好きだった。そう、クマ、そう、クマにハンティング、それワイルドウェストって感じだね。で、彼はあのクマハンティングが好きだったんですけども、それがちょっといいって感じから、そのおもちゃのメーカーは可愛いふわふわの、 あのベアのクマ の、 あのぬいぐるみを、作って、そしてテディ、その大統領の名前をつけちゃった。へー、はい、ちょっと皮肉だね。そうやね。でもまだまだ残ってます、テディベア。そしてちょっと、ギャップがありますけども、リスナーさんから、いや、ビューアーさんから、メールいただきましたね。はい、いただきました、はいはい、ラジオネーム、チラビンオヤビンさん。チラビンオヤビン、ありがとうビン。ヨジさん、マックスさん、アオイさん、スタッフの皆さん、こんにちは。いや、それちゃんとフルネーム、天島アオイさん。天島アオイさん、ね、こんにちは。えらい、はい。毎週愛知から順位でラジオ版の番組をオンタイムで聞いていました、はい、ラジオネーム、チラビンオヤビンです、うん。突然の放送終了でしたが、うん、今まで3人での楽しい放送本当にありがとうございました。100回記念ライブは残念ながら参加できなかったので、次の200回に参加したいと思っていたのですが、その日が来ることを心待ちに応援しています。新シーズン制作にあたり、これからやってほしい企画として、になりますが、3人のなりきりラジオドラマ、トム・ジーさんは宮沢賢治の物語を朗読されてますよね。また見ている人の質問、話題に答えるプチコーナーなどあると嬉しいです。ザ・読書シーズン楽しみにお待ちしていますといただきました。ありがとうビーン。結構チャレンジつけたですよ ね。200回。200回。わ、ね、かりました。あと何年後かになるんだろう。え、今年じゃないか。今年かな。これから頑張りマックスからさ。そうだね、もう忙しいのが引いてきたからね。はい。で、その、なりきりラジオドラマ。そう、ドラマってあれ、なんか NHK 風のドラマで、うん、いいね。あの、そのラジオドラマの楽しいのは、もちろんあのメイクとかは、ね、しなくても大丈夫から、それは楽ちん。怖いのだけで。そうそしてサウンドエフェクトが、ね、つけることできる。足音とか、はい、なんかできる、あ、やとか。あ、できない。今のはなんか
できない。カウボーイドラマとか。あんまりそういうマネモノマネが上手じゃない。はい、チラビン親ビンさんありがとうございます。そして温泉卵さんからもメッセージをいただきました。温泉卵は最近結婚して、シーザーサラダさんとこれから家庭生活。あ、違う。そんなこと書いてない。そんなこと書いてないね。はい。書いてない。日本語難しいからさ。はい、温泉卵さん毎週見ていたので、とても嬉しいです。これからも応援しますと、放送に応援していただきましてありがとうございます。ありがとう、バリバリ嬉しかばいです。温かい気持ちをいただきましたね、温泉卵さんから。ありがとうございます。ネバネバの気持ちもいただきました。そして、おばちゃまくん、おばちゃまくん、おぼっちまくん、間違えた。おばちまくん、はい、ぼっちまくん、スタッフの皆さん、はじめまして、福岡市、あ、博多区、おぼっちまくんと申します、うん、ミュージックシティ天神2014で私を見てをファンになってこのチャンネルにたどり着きました。アイデアをいくつか考えました。葵さんがラジオで私はスポーツが得意と言っていてちょっと嘘くさいので失礼な、あいろんなスポーツをする葵さんが見たいです。あ、例えばボルダリングとかアイススケートとかボーリングとかどうでしょうか。トムジーさん、マックスさんはコミュニケーション能力が高く尊敬しています。今いいところで噛んだよね。そうで、僕はコミュニケーションよりはノミュニケーションの方が、だから葵ちゃんはスポーツしながらで僕とトムジーは飲んでちょっとコメンテリーするとかいいかもしれない。あ、今ボルダリングが頑張ってるな。でもボーリングは好きだからボーリングは行きましょう、はい、ああ、いいね。ボルダリングはやったことないな。ボルダリングはあれ、なんかスパイダーマンみたいで川のあれ、滝とか登るとか、そのことだったよね。マックスはウィンドサーフィン、ウィンドサーフィン行こう。はい、あ、マジ、うん、楽しいかも。楽しいよ。GoPro つけて。はいはいはい。たまになんかまだサメ見たことないから大丈夫けど、ちょっとだけたまに怖いよね。転ぶとき、泳ぐとき。はい。でもそれオンエアで言った？あのスポーツが得意。私言ったかいな。多分言ったじゃないかな。あの多分水泳が得意って言ったけ。はい。うんうんうん、水泳は泳ぐのが得意。泳ぐのが、それこれはあれスイミングダンスみたいな。そうそう、60年代の。っていうことはいろんなことだけど、スポーツ系のところもあるし、そしてもちろんメインは歌。歌、そう、最近ね、新しいアルバムも出ました。できたっていうことは、ここに来たの理由は葵ちゃんの新しい PV。 そう、PV です。撮れます。で、その新しいアルバムは葵's Reading Room って感じだった。そう、葵図書室、図書室ね、です、うんうんうん、その中の1曲で「青と白」という曲を一緒にマックスと一緒に PV を今撮ってみました、うん、でもその PV 見たら絶対僕のことは分からないと思う。なぜならヒゲがつけていますから。っていうことは、その本読むが好き、うん、すごく好き、うん、実はちょっと裏話になりますよ。ごめんね、失礼けどね、その PV の、撮るときはその本の中はカンペがあった。自分の、そう、ね、歌詞のカンペがあった。でも分かるよ、私いつもカンペを使う。今回の、まあ、全体的な作品ってどんな感じ？ちょっと静かめなんだけれども、うん、それこそ図書室でちょっとこう本を読みながら、はい、ちょっとこう自分のためにちょっと歌っているような感覚のものだから、ちょっと静かなものがすごく多い。なるほど。で、あの、まあ、ってことは今旬とぴったりって感じですよね、うん、ゆっくりね、そのアルバムを聴いて、うんうんうん、で、今回は自分が書いたの歌詞、曲も入ってるじゃない、うん、その PV でも自分の、書いた歌詞ですね。あ、そうそうです、そうです、はい、私が書いたのが「海を見つめる日」という曲と、うん、ワインとアンティパスト。あ、ワインとアンティパストだったね。そう、という曲を書きました。うん、で、あれやっぱ難しい？すごく難しかった。だからそれが1ヶ月ぐらい歌詞を書くのにかかってしまって、うん、ちょっともういろんな人に迷惑をかけてしまった。1ヶ月ぐらい。そう。あ、なるほど。で、自分で書いた歌詞や他の方の歌詞とかは、うん、どっちが覚えやすい？やっぱ自分の。いや、でもそんなこと
はないです。やっぱりその緊張しすぎてしまって自分の作った歌詞でもふって消えてしまったりとかがするから、だからこう緊張をしすぎないためにお守りとして置いているところもあるから、ちゃんときっちり全部覚えてはいるんだけれども、安全のためにお守りのために置いて、いいですねそして今回の PV 撮影の時でもちょっと GoPro 持ってきて、ちょっと 裏の映像も撮りましたからね、これを見てください、もちろん thetalkshowradio.com が続いてますので僕たちのホームページチェックしてください。そしてあれできますか、YouTube であれこれをクリックしてね、これできる、多分できる、すごいな俺たちは。はい、で、葵ちゃんの新しいアルバム、新しい PV もチェックしてください。じゃあ、次回は何？ボーリング大会。ボーリング大会。ボーリング大会しようか。ボーリング大会であれ、もっと盛り上がるようになんか かけようがいいかもしれない。じゃあ、豪華商品をお願いしましょうか。豪華商品？豪華商品？優勝者には。わお楽しみにしてマックス今まではそのトップ点数はどのぐらい取った？でも私そんなに上手じゃない、ちょっと100を気持ち超えるぐらい。あ、マジ、うん、僕は84と思いますので頑張らなきゃ。はい、ということはまた、次回まで The Talk Show Episode 109でした。いやガタストライクどっちかな、ストライクありがとう